こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。今言えてたパズドラって。はい、無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。今日は、だいたいパート3部構成でお届けしたいと思います。まずはね、まだこのアカウントで挑んでいないラグドラ降臨、ラグドラエルフ降臨に挑戦していって、それでその後はね、このメールで11万いいねか、すごいな、言った、で、それでね、また運営からいただいたこのメールガチャ引いて、ガンダムね、で、この引きによってはちょっと交換もちょっと視野に入れて、だいたいその3部構成です。3部構成でいきたいなと思っております。それではラグドラいきましょう。はい、こちらでございますね。はい、ね、その僕ガンダムのキャラをどうしたったら使いたいなと思って、と思ったらこんな感じになりました。それではご紹介しましょう。リーダープロビデンスガンダムですね。まずリーダースキルが闇の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が11倍、3コンボ加算、マシンタイプの全パラメーターが 2.1 倍となっています。で、昇格性がスキルプラス、スキルチェーン2つにリラチェーン耐性。でミッドナイトビターっていうのはね、バレンタインノクタリアの武器ですね。無効貫通のね、聴覚性でつけれるんですけど、ちょっとスキルをつけたいなと思って、これで採用しております。あとはね、指伸ばせたりとか、回復強化、回復力減らされるんで、はい。その点で、これを採用しておりますと。で、こちらがリックディアスですね。リックディアスに聴覚性スキルプラスに、上院解放、スキルチェーン2つ。これが、ワンピースコラボの、ローの武器ですね。はい。これも無効貫通補っておりますね。はい。でね、ブラックバードですね。まさかペガサスになるとは。はい。とりあえずもうね、流行りに乗っかろうと思って入れてるだけです。普通にね、多分ね、鳥の方で使った方が、全然いいと思うんですけど、まあ、どうせなら進化させてね、ちょっとレベル120にして、はい、使わせていただこうと思っておりました。で、聴覚性スキルプラス、上限解放、100体モンスロードですね。はい。で、まさかね、ちょっと闇のね、マシンタイプがいなかった、ちょっとマシンでフィルターかけたら、オールフォーワン出てきたんで、あ、これ面白そうやなと思って、はい、採用しております。で、スキルチェーンマックスに、これが、バランの武器ですね。変身後見ていきましょうか。変身後がですね、なんと、完全お邪魔耐性ついてて、10コンボの暴力。ただ、まあ、ちょっと前のキャラなんで、上限解放されることはないんですけど、一旦の間、チーム内の悪魔攻撃マシンタイプ一つにつき、攻撃力と回復力が上昇。機械ドロップを闇ドロップに変化というね、回復力も上げてくれるんでね、割とええやんと思って、はい、使っております。で、チャコルですね。チャコルね、まあ、機械タイプじゃ、マシンタイプか。マシンタイプじゃないんですけど、まあね、ガンダムコラボ結構マシンタイプの武器、不要武器が多いんで、結構簡単に入れるんですよね。はい。で、小学生スキーブープ、あ、違う、小学生、完全クライム耐性に、スキルチェーンマックスに、これが、ギラ動画の武器ですね。はい。ギラ動画の武器つけております。はい。やっぱね、回復力がね、低下させられるダンジョンなんで、常時軽減は貼っときたいなっていうので、まあ、入れておりますね。はい。で、ユニオンフラッグカスタム2ですね。はい。グランハムエーカーの登場機。はい。最終回、ワーストファーストシーズン最終回で最後に戦った敵でございます。で、聴覚性10コンボ強化に、上限解放、スキルチェーン2つ、集中砲火となっております。これがね、リーダースキルが闇の2コンボ以上で攻撃力が 6.5 倍、2コンボ加算、固定値ダメージ、マシンタイプの全パラメーターが4倍とね、プロビデンスとね、結構相性がいいんですよね。はい。で、バッチはね、回復、バッチですね。はい、それでは、ラグナロクドラゴン降臨。なんとか、超高度、同キャラ禁止、超絶壊滅級、対戦よろしくお願いしまーす。はい。いや、これ、チャコル溜まってるの結構でかいんよな。ちょっと、ミスってるよな、スキル調整。はいはい。痛いわ、ほんま。これ使って、すごいよね、すごいよね、この陣。結構、周回で使われそうっすよね。で、これ、激減貼って、で、ミッドナイトビターも貼って、OKOK。で、これ2ターンヘイストかけて、はいはい。このターンは別に、
いいか、集中砲火ね、結構闇属石球種来るんで置いときたいんですよね。というか、それで、あの、ミスって取り直しの最中でございます。めちゃくちゃね、取り直ししてるんですよね、実は。その、なんて言ったって、その、まあ、あの、76ね。実はもう、ブラックバードペガサス進化したじゃないですか。ブラックバードペガサス進化したんで、その、まあ、どうせならね、まあ、プロミデンスも一緒に使ったろうっていうことで、76ね。76、追撃になって思った、普通の。76、プロミデンスフラッグにしたんですよ。そしたらね、まあ、なんとびっくり。まあまあ、皆さんこのダンジョン、もう、とうにやられてると思うんで、まあ、ご存知だと思うんですけど、76にしちゃ、あかんお嬢様が出てきたんですよね。はい。それで、やられちゃいました。あ、ちょっと待って。はいはい。はい。はい。はい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 。これ10コンボいってへんな。あぶね。ごめんなさい。今、取り直した。取り直しボタンを押して、間違えて。あー、コンテしてもうたー。ごめんなさい。じゃあ、一緒っすね。一緒っすね。負けただけですもんね。一人負けただけって考えたら、はい。食いて死ぬといいよ。はいはいはい。みんね。もう、だってプロの方ですら負けるわけですから、はい。こんなもん、こんなおじさん、負けますよ。ごめんなさい、もう、いやもうちょっと深刻ショック。ショック。こんなとこで魔法石1個、まあ、これ、まあ、もう実質ノーコンするしかあらへんで、ほんま公式通り。よし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 。ワイルドハロウィン使って、で、これでいきましょうか。やばい。そう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 、絶対76嫌いお嬢様が出てきてボッコスッカにやられるわ。まあ、いざダンジョンに挑もうと思うなら、まあ、同キャラ禁止でね、リックリアス並べたりとかしてたんですよ。ガンダムキャラ、持ってるガンダムキャラ集め放題にしてたらそれお断りされて、はい、また牽制考えなあかんやんと思って、んー、でもそのね、昨日僕その夜の3時までね、まちょっとお仕事というか2時ぐらいまでちょっと別のお仕事してて、でまあその1時間で、あ、明日こんな編成でパーティー行くもと思ったんですよ。まあそれダンジョンにそれで一回ちょっとね入ってんじゃよかったな。そのルールもはやもう忘れてたなと思って、はい、申し訳ねえです。しかもね、まあ基本で負けたらそのこれ他者より強くいこうか。他者より先へ。その基本まあ僕は一発で勝てるなんてことはそんなにないんで、ね、実質ノーコン以外は。あ、おぉ、回復が消えて、消えて、いやー、消えないか。おぉ、極限。実質ノーコンにする以外はね、でも、今も負けた瞬間、一瞬多分動画多分切れてると思うんですけど、空白の間があると思うんですけど、ちょっと危ない、びっくりした、ほんま。ミッドナイトビター使いましょうか。はい。んでね、これはどうしようか。
リクリアス使おうか。よし。特に意味はないんやけど、組みやすそうやったからっていう理由だけですね。OK。いや、全然回復せへんな。パズルのお時間だよ。パズルドラしとるよ。はい。デバインドットスタット。いやー、きついこれ。あー、びっくりした。ちょっとこれ使おうか。ドロップ6解除して。で、あ、こっちからの方が良かったな。10コンボぐらいさすがに僕でもできるでしょう。昨今のパズドラなら。ちょっと待って、なんか変なとこに振り回してる今。闇繋がってるけど11個もいった。ただ回復はできひんかった。はいはい、またね。いやー、君に会うために石1個使ったよ。短期決戦です。はい、よし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 、7個もいいかね。はいはい、ちょっともうこれ他者より強く。他者より強く。他者より先へ。あ、これロック解除せんの？ようそんなことも理解せずに、この編成で行こう思うたな。いやいやいや、でもさっき言ったようにね、いや、全然いけん。お。いや、もう。ごめんなさい。もう疲れたからあかんわ、あかん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 。これは知らん、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 これは知らん。公式でもね、これ多分、まだ、ね、ゆわさんと、まだ岩井さんが残ってる。まだ岩井さんが残ってる。やっぱ全然おもろないこと言ってるわ、ほんま。全然おもろないこと言ってるわ、お前。よいしょ。まだ岩井さんが残ってる。よしよしよし、データダウンロード。キャー、痛い。まだ岩井さんが残ってるよ。ビームピストル。で、ドロー強までかけちゃおう。よし。はい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 、オッケー、いったでしょ。いかんのー、やめてやめて。いやー、あぶねー。なんか HP 減らされたんか増えたんかどっちかわからんぞ。ただとりあえず回復はない。しかも回復を作る手段もあらへん。どういうことだよこれは。どういうことや。いやいやいや、ちょっと待って。10個もいった。よし、いや、また異常発生。いや、暗闇大丈夫だったっけ。はい、他者より強く。他者より先へ。あ、これ使ったからか。なるほど。自分のスキルぐらい把握しとけって、な。仮にもさ、動画出してるんやったらさ、よいしょ。よしよしよし。おー、かっこええ。びっくりしたね。僕ちなみに初日ラグドラ作りました。ジャミングレイン。いやー、ちょっとかなん。いやー、ちょっと待って、待って、待って。
もういいか、もういいか。もうここまで来たら、まだ、岩井さんもここで、確かね、一問してらっしゃったから、はい。はいはい。はいはい。まあ、それとね、同じって考えたら、うん。僕も、ね、実質、あれですわ。11周年チャレンジですわ。よし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 。よし。あの時の、岩井さん、かっこよかった。みんなかっこよかった。神やん。これ HP 取り戻せるんじゃ、もしかして。これ取り戻さん方がいいんか、このまま回復してしまった方がいいんか。オールフォーワン使うことで回復力アップさせて、やっべ、天才かもしれん。で回復、ちょっとなんか負けやから待ちやけど。どうしたらいいの、こうか。いや、1点もどうせ1点待ちか。おーい、振ってこいよー。およし、いやー、何や。2連撃。どっちがコンテストやろ。これ使って分かったのかな。いやー、でもビームピストル使おうて、もう行きまっせ。他者より強く、他者より先へ。いや、ちょっと、やみつくりすぎたな。全くもって分割ができねえ。10コンボすら1点。あ、これは耐えれるやろ。よしよしよし。そういうのでいいよ。OKOKOK。で、多分もうフラッグに殴ってもらう、フラッグに。それが一番安全よ。フラッグがね、無効貫通以外なら一番火力で言うからね。よし。よし、これ、さすがにいったでしょ。よし、はい。まったく、最初から降伏せい。初クリア。これ、石、3つ弦でしょ。やば。実質濃痕や。実質濃痕ですね。はい。コメント欄チェックしましょう。はい、そんなの記憶にございません。はい、ありがとうございます。はい。はい、それでは、茶番というか、まあ、茶番、モンスターポイント、ありがとうございます。モンポンためにね、頑張りました。はい。それでは、ガチャ引いていきます。はい。もう無料しか引けねえよ。はい。開催記念、ガンダムシリーズコラボガチャ、5万いいね、達成。おめでとうございます。僕もそのうちの一人ですね。はい。5万分の1です、僕。はい、ギラ動画持ってるよ、いっぱい。じゃあ星6以上確定、10万いいねですね。僕その10万分の1です。はいはい、10万分の1です、僕。はい、よっしゃ、エピオンめちゃくちゃ欲しかったんですよね、僕。あー、ありがてえなー。こんな感じ持ってなかったんですよね。エピオンめちゃくちゃ欲しかったんですよね。よしよしよし。それじゃあ、星7確定ガンダムシリーズコラボガチャ行きましょうか。17万いいね。僕17分の1です。はい。何でもいいけど、ウィングガンダムだけは持ってるんよ。それ以外で。お願いします。ガンダム欲しい、ガンダム。ダブルゼータか。ダブルゼータか。な、どうしよう。ダブルゼータな、一応。いや、これ、強いんやけどなぁ。ただ、ダブルゼータ、いや、小説読みましたよ。全2冊で販売されてるんで、はい。ち
ちょっと交換帳見てみましょうか。はい、僕ね、エクシア欲しいんですよね。エクシア欲しいんですよね。エクシア、トランザムになったら、皆さんお気づきですか、これ。3属性あるんですよ。で、だから、うびっくりした。なんかめちゃめちゃ、ちょっとごめんなさい。外で子供が泣いてました。エクシア欲しいから、いやーどうしよう、ちょっとエクシアの頼みまーす。はい、なんというかね、まあこちらを選ばさせていただいたんですけども、というとか、まあ2体所持とかちょっと僕のパーティーと噛み合わなさそうなキャラを選んだつもりがいるんですが、エクシア、ちょっと交換させていただきたいと思います。お願いします。わあ、エクシア、刹那 FCA、未来を切り開くっていうね、最後のセリフがもうめちゃくちゃ心に残ってるんで、ありがとうございます。はい、ではちょっと結果見ていきましょうか。はい、ギラ動画、エピオン、ダブルゼータ、エクシア、まあ、無料というか、まあ、交換というか、で、手に入れて、まあ、宝石その分3つ失ったよっていうね、はい、こんな動画でございました。はい。ね、ちょっとね、思ったより、しょうもない動画になってしまいましたが、最後まで見ていただいた方いらっしゃいましたらありがとうございます。ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、面白かったよと思ったらぜひね、してください。あとはね、もうこのアカウント頑張ってね、頑張って、なんかそろそろなんか称号取りたいよね、構成以外に。でもジオン広告の称号も好きやしね。はい、さあ、クソ、間違ってコンテしまったから、もう始まりやな。確認オンにできるんよね、今。オンにしとこう。はい。それじゃあ、はい。僕も疲れたんで、動画編集にいそしみたいと思います。それじゃあね、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。